戸次郎平山、ピクチャー・フロム・ヒズ・グランド・ドーター、エス・ホーム、平山藤次郎から1910年5月11日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大佐、商船学校長、平山藤次郎は,は、ジ徳島藩士、江戸見高山の藩邸に生まれる。慶応義塾に学び後に攻撃者に移り、1870年海軍兵学寮に入学。一期生は、 平山と森又七郎の二人だけだった。1873年頃に卒業して、商議法に任せられた。同年より、新国公開。1874年上位に進み、筑波に乗船し、台湾、清サンフランシスコ及び、ハワイ等に就航し、また、日本艦解を成した。西南戦争でこうあり、大乗館より、金50円を貸しされる。 その後、オーストラリアに赴き基調後中尉へと進み、1883年に、大尉、1885年に、小佐、1889年大佐へと昇進した。犬以降、乗組県兵衛学校勤務の後、摂津艦艦長、筑波艦長、天城艦長、葛城の艦長を経て、日清戦争で、八重山艦長などを務める。1895年10月、 日本領となった台湾において抵抗した中国人がイギリス商船テイルス号に逃げたため八重山がこれを追跡して臨検を行うという事件が起きたこれが公海上で行われたことからイギリスから抗議を受け外務省は海軍に対して責任者の処罰を要求したその結果艦長の平山と上司の常備艦隊司令長官 有り信濃城海軍中将を予備役に編入することで解決が図られた。1896年商船学校長。1905年10月19日、交尾役となり、1909年8月15日に退役した。ありがとうございます。